ぱり読者を喜ばせたいとか、わっわっと言わせたいとか、ドキドキさせたいとか、そのためにだったら命どのぐらい削ってもいいわっていう、そういうことなんじゃないかなと思うんですよ。面白いと思ってくれればいいなとか、まあ、泣いてくれればいいなとか、だけど笑ったり泣いたり感動したりっていう感情を揺さぶるっていうのは実は非常に大変なことで、やっぱりこっちも必死でやらないと伝わんないです。気温が寒くなってるな。なえちゃんちょっとでかすぎる。なえちゃん、私は少女漫画が好きなんですよね、うん、なんか いろんなことがその中に入ってるし、うん、可能性もあるし、うんうん、好きだからこそこの執念があるって感じですよね。執念が、うん、うわ頑張ろう僕もって感じしますね。ワン・ツー・スリー・マンベまず多くのヒット作を生み出す漫画家浦沢直樹さん、今取り組むプロジェクト漫勉セカンドシーズンがついに始まります。漫画家は小さなペン先から壮大なドラマを生み出します。普段は立ち入ることができないその仕事場を密着撮影させてもらいます。浦沢さんは今年デビュー33年目、世界から注目を集める漫画家です。そんな浦沢さんは他の漫画家のペン先を見るこの番組からどんな影響を受けたのでしょうか。こんなに刺激になると思わなかったね。自分の机に向かってこうやってるといつまでこれがこんなこと続くんだろうななんて言って全くななんて思ってるけどね、大先輩があって体痛たなんて言いながらやってんのを見ると、あお兄さんが何言ってんだろうなと思いますよね、うん、そしてセカンドシーズン1回目、今回も大先輩が登場です。少女漫画の神様とも呼ばれる漫画家萩尾望都さんです。ポーの一族、トーマの心臓、11人いる。繊細かつ華やかな絵柄で数々の名作を執筆、作品を貫くのは人間、そして社会が抱える葛藤です。骨太なテーマを描き少女漫画に革命を起こしてきました。近年も原子力発電がテーマの菜の花、子供と社会の関係を描いたアウェイ、48年間作品を生み続けてきました。今回は萩尾さんが初めて挑む歴史漫画の執筆に4日間密着することができました。そこで発見したのは、一本一本線に思いを乗せて繊細に描くペン先。そしてどんな細部もないがしろにせずに理想の絵を追求する妥協のない姿勢でした。
1ヶ月後、撮影された映像を見ながら2人が対談します。官房長ね、新人の頃思い出しますよね。神秘的な方なので毎回会うたびにちょっと緊張するな。どうもこんにちは。今日はどうもありがとうございます。こちらこそ。対談場所は萩尾さんがよく訪れる本の町神保町、老舗の喫茶店です。2人の関係としては、萩尾先生からすると浦沢先生っていうのか。ファンです。短編の頃からちょこちょこ読んでいて、非常にデリケートな繊細な画面の感じを印象受けるんですね。街とか窓とか足音とか、なんかそういうのがちゃんとこう染み出してくるのがすごく面白くて、やっぱ そういうものを表現させたらもう右に出る人がいない人のあれですよ。頑張ってきてよかったなと思います。少女漫画の神様、萩尾望都さん、神秘のベールに包まれたその創作の秘密が明らかになります。猫ちゃん、はい、猫ちゃん何匹ですか。7匹です。あ、7匹、はい、でも萩尾先生、僕の勝手な想像だったんですけど、結構ロココなとこでやられてるイメージ。皆さんそうおっしゃるんです。私も努力したんですけどダメでした。いいですよね、この漫画家の机周り。いや、そう、私だけは何がどこにあるか知っているっていう。部屋のあちこちに仕掛けた定点カメラで作業をなるべく妨げないよう撮影します。人物の下書きを始めます。ちょっとこの番組下書きをちゃんとしないような人がちょっと続いたもんで、はい、当たりだけでやるようなね、そうアラムシャみたいな人たちが最近ちょっとまんべんって番組続いたもんで、ちゃんとしたゴルゴ13とかね、すごかったですね。安心しますよ、ね。あ、そうですか。このテーピングも、はい、ちょっと腱鞘炎予防で。あ、腱鞘炎予防なんですか。はい、ちょっとなんかこう職人的な感じしますよね。いやいや、かっこいいですよね。下書きの時点で完成度の高い絵が描かれていきます。作品は王妃マルゴ、16世紀のフランス王室が舞台です。主人公はマルゴことマルグリット・ド・バロワ。美貌と高い教養で知られ、さまざまな男性と恋愛を重ねたと言われます。マルゴを中心に激動の時代を描きます。下書きが終了です。寝室にいるマルゴとその夫アンリ、マルゴが夫に初恋の男を忘れるよう迫られるシーンです。夫アンリのペン入れです。
これGペン。あ、そうですね、はい、すごく面白い持ち方してますね。あ、そうですか、はい、だってペン先に人差し指かかってますよね。比べると確かに指の位置が全く違いますね。なんかあのちょっと言い方変かもしれないですけど、まあ、見てますね、はい、彫刻刀で彫ってるみたいに見えますよね。あ、そうか、ほらちょっと神秘的じゃないですかこの感じ。いやいや、言われてみると確かに彫ってますね。彫刻というよりも人差し指の爪で引っかいてるやはりちょっと猫系ですかね。あ、こう引っかきながら、そうか、だからだな、光ってんのか。一本一本線を彫り込むように重ねることで萩尾タッチが生まれるんですね。妻を愛を込めて説得しようとする夫の表情が描かれていきます。このチョンチョンって入れる線がなんか隠し味としてなんかあるんだろうなと思うんですよね。なんかあのペンで当たり線描いてるみたいなもんですよね。 ここかなと言いながら、うんでもまあ繊細なやっぱり線の積み上げですよね。コマの外側に紙を貼り、はみ出す部分のデッサンを描きます。体と服装のラインの違和感がないよう何度も調整します。繊細なこと捉えましたね、カメラ。いやーすごいわ。うわー、イケメン。ありがとうございます。目が綺麗だ。だってこの表情で説得しなきゃいけないんですもんね。俺のことを愛するようにしなさい、そんな男諦めろって言わなきゃ。そうですよね、うん、線の積み重ねと造形の調整、地道な作業を一歩一歩続けて夫アンリの必死な表情が描かれました。続いては歴史上美女と名高い主人公のマルゴ。初恋の人を忘れられない、その心情を描きます。おっと、猫がびっくりした。いや、この時は特にね、猫が興奮してカメラに、うん、舞ちゃん、はぁ、萩尾元さんは1949年福岡県生まれ。幼い頃から絵が大好きでした。手塚治虫や石ノ森章太郎の作品で
漫画と出会います。小学3年生で漫画を描き始めました。萩尾先生が漫画を描き出したきっかけの頃って誰の影響とかあるんですか？とにかく手に入る漫画の絵は結構いろいろ真似していたんです、はいはい、で実は一番真似したのが横山ミステルさん。だいたい顔の大きさが同じで真似しやすかった、はい、うんうん、結構横山さんの顔のバランスは真似しました、うん、水井秀子さん、それから渡辺雅子先生、はい、牧宮子先生、はい、あそこら辺の目の描き方も真似してみました、はい、まつげがうまく描けなくてね。まつげが、まつげこうどうしてこんな綺麗なカーブが出るんだろうとか。カーブはね、あ、うん、でまつげで悩まれてた、うん、でまつげがない人っていうと、うん、八代雅子先生だったので、はいはいはい、よし八代雅子的に行こうと。二十歳で漫画家デビューし、23歳の時にはポーの一族を執筆。迫害される吸血鬼の一家を幻想的に描き大ヒットしました。はあ、すげえ。ホワイトで抜いてんじゃないもんな、鼻残して点描してるもんな、ちゃんと。素晴らしいわ、はい、このレースもすごいわ。印刷技術がこれを表現するのまだこの時代追いついてませんよね。あ、まだね。ね、萩尾さんの漫画は高い評価を受けます。光と影を描くことで世界を奥行き豊かに描写、さらに人物の心理を多彩なモチーフで表現、想像力あふれる作品を生み出し読む人の心を刺激してきました。キュンキュンしてくれると嬉しいです。書いてる方もキュンキュンしながら書いてるので、キュンキュン度合いが高いと書いてて面白いですね。やっぱり主人公マルゴのペン入れが終了です。最後に仕上げ作業。自分で作った投票で、おい、こういうのあるんだ、はい、ポロポロ。人物の心理を表現するスクリーントーンは萩尾さんが自ら貼ります。特に少女漫画っていうこの世界はもうイマジネーションどのくらい広げるかって感じしますよね。はい、そうですね。浦沢さんよく分かってますってセクシーなシーンとかあれやっぱり少女漫画的に割とあっさりふわって描くんですかね。例えばメタファーにしてみたりとか。あ、そうそう、お花がくるくる回ってたり、はい、星が落ちてきたり、うんうん、実際の肉体的パフォーマンスが面白いこともあるんだけど、うん、そっちのちょっと広がった部分の方がちょっと面白いなと思ってるので、うんうんうん、ろうそくの明かりと心の揺らぎを重ね合わせて表現しました。細かい作業を積み上げてようやくこのシーンが完成です。繊細な線を積み重ねて描いた感情豊かな目、想像力を刺激するスクリーントーンの表現。萩尾さんの流儀が詰まったワンシーンが描かれました。
萩尾さんは午後1時から深夜3時まで執筆します。食事以外の休憩はほとんどなし。姿勢正しくひたすらペンを進めていきます。これから描くのは16世紀のフランス王朝を大きく揺るがした事件。宗教戦争の中でカトリックのギーズ公がプロテスタントの要人コリニーを暗殺したのです。数多くの犠牲者を出したサン・バルテルミの虐殺、そのきっかけとなった大事件です。この暗殺事件を起こしたギーズ公はマルゴの初恋の人です。知らせを受けて驚愕するマルゴの表情を描きます。いつもまあそこまで追い込むかっていう感じの状況を作りますよね、うん、追い込まれる人が好きなのか、うん、追い込みたいのかっていうか、両方好きですよねきっとね、うん、問題に直面している大人を描くのが面白い、うん、問題を直面している大人ね、そうはいはいはい、あのいわゆる天真爛漫な子供はあんまり面白くないな、あ子供もやっぱり問題に直面している、問題に直面している子供、うん、萩尾さんの子供時代っていうのはやっぱりあれですか、割と思い通りにならない、あ特に、まあ、漫画が好きだったせいもあるんだけど、うん、その一番大好きな漫画を、うん、禁止されるわけですから。禁止されたんですか。私親の言うことを聞けない悪い子なんだというふうにこう、はい、思考がいっちゃうわけですね。でもやめられない。漫画を描いていることイコール親に背いてる感じ、ね、うん、まあ、完全にそうですね、うん、僕はちょっとあの以前伺ってびっくりしたんですが、高校生の時に、ええ、あの手塚先生の、ええ新選組がなんか最大の転機だったみたいな話じゃないですか。新選組あるの？あの。お、はい、あります。教育第一だった両親と衝突し、辛い学生時代を過ごした萩尾さん。その心に寄り添った作品が手塚治虫が書いた新選組です。主人公は。新選組の少年九十郎、ヌリの親友大作が敵のスパイだと分かります。大作を殺すよう命じられた九十郎は命令と友情の狭間で葛藤します。寝ながらね、頭の中でこうずっとリピートしていくんですよ、はい、そしたらね、この駒だけセリフがどんどん増えてくるんですよ。親友だったのに僕はどうしてこんなことしなきゃいけないんだと、お前は私を裏切ってたのかとかね、ずっとセリフが増えていく、膨らんでくるんだ、そうそう、うん、これでハッと思って改めて読み返したら、え、2行しかないとかちょっとあ妄想にすぐ妄想が積み重なっていくんですね、はい、よごとすごいな、あの僕地上最大のロボットっていうのを5歳の時に読んで、同じように、うん、例えばノース2号が破壊されるシーンとか、こういうシーンこういうシーンこんなセリフあったよねなんていうことを思いながらプルートって書いてたんですけど、いざ原作見てみたら本当に書いてない、ね、あなたも、うん、あれ同じですよね、そうですね、うん、でこれを読んでからなんか闇雲に、はい、あの私もプロになりたい、そこで道が見えたんですね、プロ道が着火されたバーンと、うん、その萩尾先生がこの一コマにわーっ ときめいて妄想に次ぐ妄想を繰り広げていた状態が後の日本漫画に及ぼした影響たるやすごいんじゃないかなと思うんですよね。漫画に描かれた人物の葛藤に共感することで救われた萩尾さん、
両親の反対を押し切って漫画家となってからは、自分も人物の葛藤を描いて読者の心を揺さぶろうとしてきました。いつぐらいにそれがあれなんですか、認められるようになった。あのゲゲゲの女房のテレビドラマを見てからですね。ゲゲゲの女房ってつい最近じゃない、つい最近21世紀に入ってからですね。うん、お母さんがねテレビを見よったらね、水木しげるさんがね一生懸命仕事しようになったでしょ。え、そこなんですか。そこだから私がね、うんうん、なんかおちゃらけたことをしてるとずっと思ってたんですよ。あ、本当にそれは分かってらっしゃらなかった。全く分かってなかった。は、うん、うちの娘もこれやってたのか、失礼いたしました。あ、そうそう、すごいな。驚くマルゴの表情、目に細かく線が入ります。うわ、酔ったね。これもうファンの方たまらないね。うわ、すごいね、この目だよね、この憔悴しきったような、この驚愕したり悲しみ、深い悲しみになったり、なんかそういう時の萩尾先生の目っていうのはやっぱり一種独特のなんかこうものが宿ってる感じしますよね。うん、見てほしいのはこの目なんですよ、きっとね、この画面でね。はい、そうですね、爪描いてないですもんね。はい、これ爪描いちゃうとうるさくなっちゃう。あ、そうです、うん。それが主張しだしちゃうんでね。指がね、あの邪魔なんですよ。でもね、うん、描かないといけないから、はい、なるべく抜けるところは抜こうと思って。うんうん、だから目のそばにある指がちゃんと描いて、はい、はい、その他のはちょっと邪魔だから動かします。あ、はい、それをスッとさりげなくやるんだよね。ようやくこのコマが完成です。萩尾さんの真骨頂、衝撃を受けた時の目が見事に描かれました。フランスを揺るがした暗殺事件、それにより様々な人間模様が繰り広げられます。マルゴの兄シャルル国王、暗殺事件で母親や取り巻きにプロテスタントの弾圧を迫られ、徐々に追い込まれていきます。演技ですよね。そう、演技をさせるのが面白い。楽しそうですね、これ描くのね。ここで彼はお母さんに屈しなきゃいけないもん、うん、このなんつうかこうわがままなダメ男の顔ってすごいですよね。目の下のクマがいいですよね。はい、ね、
目の下のクマ描くの最近すごい楽しいんですよ僕表情出ますもん、ね、ですよね。シャルル国王の追い詰められていく表情の変化が描かれていきます。ある意味少女漫画っていうのはちょっと行き過ぎた部分もあるぐらい、うん、ちょっとこうデフォルメされた世界じゃないですか。あ、そうですね、うん、演出も型だし、うん、お芝居もちょっと型だしミュージカルとか、はい、なんかそれに近い感じしますよ。あ、私もちょっと舞台の方が近いかなと思います、うん、映画というよりは、うんうん、リアルな映像だと全部ちゃんと見せなきゃいけないし、うん、時系列もちゃんと見せなきゃいけないんだけど、うん、舞台ってなんかちょっとした転換で照明がパッと変わっただけで、全く違うシーンになって、なんかそれちょっと少女漫画って似てますよね。そうですね。シャルル国王はついに逆上し大虐殺の命令を出します。あ、ほら舞台の照明みたいじゃないですか、ええ、あ、そうですね、ちょっと、はい、確かに、うん、あ、ほら舞台劇の匂いしますよね、ええ、これね、うん、下からのスポットですよね。そうそう、バッと、うん、バーッて暗転ですよねのワンシーンのように一瞬を捉えたコマを描くことでドラマを演出する萩尾さん。続いても人間同士のぶつかり合いを凝縮して描くコマに挑みます。暗殺事件の知らせを聞いた夫アンリがマルゴに知っていたのかと問い詰めます。二人の感情が激しくぶつかり合うシーンです。二人が組んだところってすごく難しいですよね。難しい、うん、こう感情が高ぶってますしね。そういう時の演技をちゃんと反映しなきゃいけないから。マルゴの下書きができました。続いては夫のアンリ。萩尾さんトレーシングペーパーにアンリの顔を書き出しました。さらにもう一枚トレーシングペーパーを重ね、そこにはアンリの手だけを描きます。二枚のトレーシングペーパーをずらして位置を探ります。どこら辺の位置だったら綺麗に掴んでるような構図になるかなっていうんで、これでも面白いやり方ですね。10分以上かけて丁寧に位置を決めました。思ったより近づきましたね。はい、近づきましたね。この距離感だけで随分とあれですもんね、演技変わりますからね。ああ、そうなんです、手の力の入れ具合がまた変わってきます。
つかみ具合とか。そうですね、うん、萩尾さん、今度はアンリがつかむ手の形で悩み出しました。自分の手で形を確認します。親指を力強く掴む角度に変えたようです。まだ納得がいかないようです。こだわりますね。演技ですよね結局、うん、手のね、グイッと、ね、これでやばい手でね握ってたらね怒ってないんだなと思っちゃう。そうですね、すごく繊細な修正ですね。二人の位置と手の形に悩み、下書きだけで2時間近くかけました。ようやくペン入れを始めます。やっぱ萩尾先生の手の表情はやっぱりこだわられますよね。あ、手はね随分いろんなことを語ってくれます ね、はい、私あの指の表情で一番最初にすごいショックを受けたのが、あの千葉哲也さんなんですよ、はい、あの先生が自然界の鷹なんかで、はい、ちょっとあのね手の甲でキュッと汗を拭く あの色っぽさ、ジョーもよくやりましたよ。あ、そうか、矢吹ジョーもすっと矢吹ジョーも、はい、やるんですよ。あれはね千葉先生本当あれはですね、うん、先輩特許ですよね。あれでも、うん、もうドキューンとなっちゃいますね、うん、あれでちょっとあの伏せ目がちにするんですよね。そう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 、千葉先生ね、うん、表情を描いていた萩尾さん、その途中で再び手の形に修正を加え出しました。でも漫画家さんは大体こういうところで悩んでますよね。いや、ここに演出があるっていうふうにやっぱり重要な演出があると思ってますからね。あ、そうですね、ここで抑え込んどかないと、うん、ここないがしろにしたら、うん、あ、ダメだってことで今こだわってますからね、うん、怒りがこもった手をどう描けばその感情が伝わるのか、何度も何度も修正を繰り返します、うん、20歳でデビューして48年間細かな表現をないがしろにせず、一つ一つ丁寧に描き少女漫画の道を切り開いてきました。若くして抱いた読者の心を揺さぶりたいという純粋な気持ち、それは今も萩尾さんの原動力であり続けます。こういう物語の世界が私は救われたし、私はとても楽しいと思う。そういった自分が感動したものをまた伝えたい、
だけど笑ったり泣いたり感動したりっていう感情を揺さぶるっていうのは実は非常に大変なことで、やっぱりこっちも必死でやらないと伝わんないです。細かな演技にこだわること3時間半。ようやくこの一コマが出来上がりました。人物の葛藤を繊細な演出で描き、読者の心を揺さぶりたい、萩尾さんの願いが描いた手に込められました。萩尾漫画の名シーンがまた一つ生まれました。ふざけることに真面目なあの人は、上手に切り抜けるのが下手くそで、毎回毎回白紙からこの違う絵を描くから、なんか毎回初心者みたいな気持ちになりますよね。いや、そうですね、うん、難しい、描いても描いても難しい。その四十何年描かれているとは思えないぐらい楽しそうですよね、描いてる、描いてる、うん、きっと少女時代に描かれた時と同じ様子で描かれてるんだろうなっていう感じが、うん、やっぱり漫画はうん、やっぱり私は少女漫画が好きなんですよね、うん、なんか いろんなことがその中に入ってるし、うん、可能性もあるし、うん、好きだからこそこの執念があるっていうことですよね。執念が、うん、なんかこの道を、ま、守り通すぞみたいな、なんかそういう執念をね感じますよね、うん、なんかこう本当、あ、頑張ろう僕もって感じしますね。本当かな、まんべん。とにかく一日暇があったらずっと絵を描いてるわけです。なんか歌手の人なんか毎日歌ってるような感じします、ね、お笑いの人とか毎日ネタ考えてるとか、うん、なんかそういう人がいるんじゃないかな。まあ、やめなさいって言われてもやめられるもんじゃまないですね。笑いながら泣いている、笑いながら泣いている。つまんなくなっちゃうんだよ、思い通りになっちゃうと。で、思い通りにならないというか、ドラマが勝手にこうアメーバのように動き出す方が書いてて面白いんですよね。やっぱ自分が楽しめないとダメなんですよね、うん、いろいろこう蛇行してもいいし、結果的に全く違うゴールが見えてきてもそれはそれでやっぱ面白かったりするんですよね。いやー、やばいやばい、あーやばい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 、あー5時の時点なんか広がっていくんですね。頭がなんか開いたような状態になるというか、うん、ここからアイデアが出てきたりとかするんで、やっぱりその辺ちょっとどうかしてるね。1,2,3 まんべん。
数多くのヒット作を生み出す漫画家浦沢直樹さん。今取り組むプロジェクトがこの漫勉です。漫画家は小さなペン先から壮大なドラマを生み出します。普段は立ち入ることができないその仕事場を密着撮影させてもらおうというのです。現在連載中の作品ビリーバット、未来を予知してしまう漫画家を主人公に人類の歴史を動かす大きな物語が紡がれます。これまでも想像力の翼を広げて読む人を驚かせるドラマを生み出してきました。今だって白紙の状態にこう絵が埋まっていく状態っていうのは何時間前にはなかったものなわけだから、できて形になった時に自分でもある程度へーってならないといけないので、で僕らがへーってなってないものは読者もへーってならないのね、きっと。そして今回登場するのも想像力豊かで衝撃的な作品を生み出し続ける漫画家です。花澤健吾さん、今作品アイアムアヒーローが大ブームとなっています。花澤さんの出発点は人間ドラマ、うまく生きられないヘタレ男子の心理を描写し若者を中心に共感を得てきました。そして2009年にアイアムアヒーローをスタート、人がゾンビのようになる感染症に襲われた世界を描きます。次から次に衝撃が起きる物語、極限に置かれた人物の心理描写、乾いたタッチで描かれる圧倒的な恐怖、大ヒットし今年映画化も予定されています。俺が君を守る。今回はこの作品が生み出される現場に4日間密着することができました。そこで発見したのはリアリティをとことん追求しペンを重ねるひたむきな努力、そして締め切りと戦いながら最後まで作品にこだわり抜く漫画家魂でした。1ヶ月後、撮影された映像を見ながら2人が対談します。絵に対するこのなんつのアプローチが僕と全然真逆ぐらいな感じのイメージがあるんですけど、真逆なのにめっぽう面白いのがね、悔しいですよね。花澤さんの仕事場を訪れました。こんにちは。どうも。お忙しいところどうも。どうもです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやかっこいいところでやってますね。まあなんとかジムじゃないですか、完全に。やりますか。同じ雑誌でこう若手として出てきて、おなんつっていう感じで見てる人だったんで、なんかこうちょっとした弟分みたいなでは見てましたね。ありがとうございます、うん、壮大なフィクションを描いて注目を集める花澤健吾さん、その創作の秘密が明らかになります。螺旋階段これで決めました、うん、この建物は。いい運動になりますよね。ああ、そうなんですよね。意外と、うん、意外と歩いてるんで仕事場でも、うん、部屋のあちこちに仕掛けた定点カメラで執筆をなるべく妨げないよう撮影します。作品のヒロインヒロミを描きます。
キョッ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 ってこうやって進めるでしょ。スイーと思っていく人とキュッキュッキュッって言って作っていく、あのこのストロークの長い短いってありますよね。本当にそーっと入れますよね。ああ、もうやっぱりもう常になんかビクビクしながらやってる感じなんですよね。この線で正しいのかなっていうのが常にあって、短い線を重ねて繊細に描いていくのが花澤さんの描き方なんですね。アイアムはヒーロー、平凡な日常が一変、まるでゾンビのような生きる屍になる感染症が襲います。売れない漫画家秀夫と半分感染している女子高生ひろみ、2人が生き残りをかけて戦います。物語はクライマックスを迎えようとしています。今書いているのはこの回の山場、ヒロインひろみが主人公ひでおに別れを告げる悲しい表情を描きます。花澤さん、顔のパーツに G ペンと丸ペンを使い分けて細かな書き込みを入れます。まつげとか眉毛とかあと目の中とかこういうのをやっていくと表情が深くなっていくんで、言葉ではなくこの絵で感情が伝わってくれれば成功っていう感じですよね。続いてミリペンを使います。この髪の毛のミリペンは今何ミリ使ってるんですか。これは 0.05 ですね。 0.05、 はい。これが本当にあれだよね、マジックのように髪の毛になるよね。やっぱりこの毛の作業は結構好きですね。こうやってやるだけでもまた髪の毛だけでも表情がつけれるね、はい。髪の毛の一本一本にもこだわりを持って描きます。セリフではなく絵で感情を伝えたい。花澤さんはそのために人間の細部の描写をとことん追求しています。あの手癖じゃないものが出てきた時の喜びってあるじゃないですか。いやそれはすごいありますね。ね、大友さんのアキラの髪の毛のツヤがまずキューティクル残しをしといて、あとベータ塗ってもらって、で最終的にキュ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 ってこう入れると髪の毛の流れができるっていう。で、ああこのやり方かっつってシワとかそうなんですよ。花澤さんの作品で僕いつも気にしてたシワが、はい、ここにキュッて入るやつ。 あれのね、普通ね、はい、眉間のシワってここに入れるんですよ。ここに入るんですだけど、花澤さんねここに入れるんですよ。ああそれはアイディアだなと思って。彫りがしっかりしてないと、実は日本人って意外とここにしっかり入んないんですよ、うん、そうすると意外と結果的にはここにくぼみができるっていう。あれはすごいとこ気づいてるなと思って。 ありがとうございます。すごい嬉しいです。それは嬉しいです、うん。人間に生きる屍の不気味さが混じり合った表情が描かれます。悲しそうな目にも深みが出てきましたね。書き込むね。かなりリアルな書き込みだよね。こういうふうにリアルリアルに人間を描かないと、
ゾンビになった時にわーっていう風にならないっていうことなのかなと思ったんですよ。ここまで人間の造形をきっちりするのっていうのは、とりあえず日常を描きたかったんですよね、まず、はい、そこから始まってそれが崩れていくっていうところでの、そうね、はい、うん、そこでの大きな嘘が始まっていくんで、徹底的に日常の風景を描いて、はい、入っていかないと日常の壊れっぷりっていうのは表現できないっていうことなんだろうなと思って、はい、そうですね、うん、はい、人間の表情や生活がリアルに描かれるからこそ、それが壊れた時の怖さが増すんですね。パーツへの細かい書き込みを重ねること40分、ようやくヒロインヒロミの表情ができたようです。人間をリアルに描くことで際立つ不気味さ、ヒロインの深みのある悲しい表情、渾身の一コマが完成しました。撮影2日目。ビニールをかぶって腕を噛むというシーン。実際にやってみます。これ見える？あんまり。見えない？噛んでるのはわかんないです。噛んでるのわかんない。わかんない。全然わかんないな。噛んでいる口元が見えないようです。ちょっとここ引っ張ってみて。お持ち、うん、あ、こっちが見えれば。思いついたアイデアは必ず一度体験してみるのが花澤さんのやり方です。あぶね、あぶね、絵空事ではない、読む人が実感できる作品を生み出したい、花澤さんの思いです。主人公秀夫の顔を描きます。この作品では写真を活用している花澤さん、主人公にはなんと自分の写真を使います。写真を下に置いて下書きを入れていきます。これネームをもとに、あ、そうですね、先にネームありきでネームのイメージの写真を撮るんですか。そうですね、基本そのパターンですね、うん、やっぱりその作品自体が、うん、まあ、ゾンビっていう大きな嘘をつく、はいはい、漫画だったんで、うん、絵とかに関してはある程度そのリアリティを求めたいなと、うん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 、それがまあこの作品に合ってるのかなと思ってたので、うんうん、主に髪の毛の感じが欲しいのかな。あ、それもありますし、うん、顔と体のなんかバランスですかね。一時論争があったじゃないですか、はい、あのこの描き方はどうなんだって、はいはい、まあでもやっぱりね、うん、自由だと思うんですよね、うんうんうん、それこそ、うん、あらゆる自由な手法があっていい、うんうん、だからこそ漫画なんで、うん、出来上がった作品がどういうムードでどういうふうに読まれるかっていうことであって、はい、そこにおける手法っていうのは何でもいいじゃないっていうのありますよね。そうですね、うん、少しずつこういろんな自分の中の自由を持ってきて、うん、漫画がどんどん発展して面白くなってきてるんで、うん、花澤健吾さんは1974年青森県生まれ。
少年漫画が大好きで、子供の頃から自分の妄想を絵に描いてきました。ほとんど誰にも見せないでずっとフェアリー、妖精の裸を描いてましたね。暗い中学生でした。当時それこそ女の子と付き合ってたら僕は本当漫画家なんかなってないですよ。目立たない静かな少年だった花澤さん、中学生で青年漫画を読むようになり夢を見つけます。あの青年誌の B フリーとか、うん、あとメゾン一国とか、ハロルドさんとか、はい、新井秀樹さんとか、はい、あの辺の影響がすごくやっぱり見えるんですよ。はいはい、もうまさにそうですね。ゴリラーマンとかやっぱ宮本から君がもう本当にすごい好きで、それで先生のパイナップルアーミーも読んだりとかして、うん、であなんかこっちの方が全然自由だなって思ったんですよね。ここまでなんか書いていいんだみたいなのあるでしょ。ああそうですね、ここまでそのなんかキャラクターがこう、うん、本当に生きてるように描かれて、うん、やっぱりちょっと少年誌とは全く違う世界だなと思って、うんうん、おとなしい自分でも漫画なら世の中に向けて自由に表現を発信できる、その夢を目指し30歳でデビューしました。そんな花澤さんが書いたのは平凡で不器用な男が日々葛藤する漫画、等身大の主人公が現実と戦う姿を描き、自分のような読者に共感してもらおうとしてきました。そして今回の主人公秀夫も臆病で弱虫な青年、ヒーローらしく演出せずどこにでもいるような普通の人物として描きます。どっちかというともうモブキャラだと思ってるぐらいなんで、モブキャラがたまたまこの漫画ではちょっとスポットライト浴びてるぐらいの感じで、漫画の基本ルールとして背景とキャラクターが浮き上がるかどうかみたいなのって、はいはいはい、もう逆になじませたいと思ってますね。なじませたいですよね、はい、青木ヶ原の樹海があんなに後ろにあったら見づらいはずなんだけどっていう状態を僕ずっと思ってたんですけど、これ逆にやってんじゃないかなっていうふうに思ってたんですよ。浮き出てるってことはやっぱり主役感を出すためにライトを当ててたりとか、うんうん、そういうことになっちゃいそうなんですね、うん、だからそうすると僕にとってのリアリティが減ってっちゃうんで、うんうんうん、もう見えないんだったら見えないでいいっていう、はいはい、そっちの方が僕にとってのリアリティなんですよね。浦沢ってあの漫画的汗をかかないよ、書き入れないよねって言われたことあるんですよ。だけど、クライマックスシーンになると、はい、雨降らして汗の代わりにするでしょって言われたことある。そうするとこうビシャビシャになるのね、はいはいはい、髪の毛も乱れるのね、あ、うん、でああ本当だと思って天候を利用するとかないの。いやだからね、それがね、うん、僕できないんですね。あ そこも照れちゃうんだね、はい、いわゆる雨降ってたらいいシーンになるのに、あの鈴木秀夫君はピーカンなんだよねみたいな、そのキャラクターは絶対にそんな奇跡は起きないぞって思っちゃうんですよ。どこにでもいそうな、だからこそみんなに共感してもらえる、それこそ花澤さんが追求する主人公のリアリティなんですね。撮影3日目、花澤さん深夜になって一度出来上がった原稿に再びペンを入れ始めました。生きる屍となった感染者が集まって生まれた巨大な怪物、橋の上を歩くシーンです。その歩く橋のアップを描くコマに満足がいかないようです。
怪物の左前足をどんどんと消していきます。人体模型を持ってきました。この怪物が四つん這いで歩いた時、その足をどう描けばリアルに見えるのか、人間の筋肉も参考に修正を加えていきます。怪物の足がどんどんグロテスクになってきましたね。他の足にも同じく修正を入れます。大変な作業ですね。気持ち悪いとか不気味ってなんだろうっていうのも突き詰めていくと、はいはい、手癖で描いた段階で気持ち悪くなくなっちゃうと思う。それはすごい分かりますね。なんだっけ、不気味の谷とかっていう、はいはい、なんか微妙なところですごい違和感を感じるっていう、うん、なんかあそこら辺をついていきたいなっていう感じなんですよね、はいはい、人間に近づけてギリギリまで近づけていったところのちょっとのズレが一番気持ち悪いって、ね、そうですね。不気味に見えるっていうね。だから本当に単純に怪獣にしちゃうとやっぱり怖くなくなっちゃうんですよね、うん、やっぱ筋肉もどうやってあの巨大なものがこう支えられてるのかなって考えると、うん、きちんとその理由があって動いてるっていうのがちゃんと欲しいんですよね、うん、なんて言うんだろう、怪獣っぽくなっちゃうのがすごい嫌で、なんか作為がね、はい、うん、自分のが入ってきちゃうんですよね、ちょっと油断すると、うん、それをなるべくこうなしで、うん、いかにもこう自然によってできてきたっていうものにしていきたいっていうのがやっぱすごい悩むところですね。想像の産物にリアリティと迫力を与えようとひたすら線を重ねます。続いて太い足の修正。足元の修正には木の根元を参考にします。修正を始めて1時間が経過しました。嘘を本物っぽく描くってことがやっぱ、まあ、漫画の醍醐味というか面白さでもあると思うんで、そこはあんまり妥協しちゃうと結果的にやっぱりリアリティのないものに変わっていっちゃうんで、そういうところでもうこう読者がついていかなくなってしまうんじゃないかと思います。夜1時、ようやく仕上がったようです。怪物の迫力を読者に伝えたいというひたむきな思いが込められました。筋肉、そして足元の細かなディテール、まさに動き出しそうなリアリティを持って迫ります。
撮影4日目この日が締め切り日です。6割ぐらいですかね。終わりがまだ見えてないのでちょっと不安というかですね。まだ6割。花澤さん頑張ってください。これから描くのは今回のクライマックス。ヒロインヒロミが重要な告白をするシーン。自分が仲間を死に追いやったことを秀夫に告げます。3コマを使ってヒロミの感情の動きを表現します。1コマ目、決意を持って話し出すヒロミの横顔です。繊細な感情表現が必要な難しいシーン。表情を丁寧に探ります。本当リアルに突き詰めて書くとルーティーンな表情っていうのがなくなってくるから、はい、その局面局面で本当に微妙な表情になってくるから、はい、それを捕まえるってのは大変な作業ですよね。そうだね、うん、花澤さんの作品ってセリフは割とシンプルにしておいて、はい、間の風景感やら動作でゆったり描くっていう感じがするんだよね、うん、花澤さんは人物の感情を言葉で書かず、コマの積み重ねと表情で伝えようとします。セリフは減らし、モノローグは使いません。宮本から君へも心のセリフとかは一切なしで書いてたんで、はい、あ、こんな内面文字に起こさなくても漫画として成立するんだっていうのがすごいまた衝撃を受けて、はい、僕もモノローグは一応禁止なんですよ。あ、そうなんですか。はい、それは表情で書いて、はい、演技で知らせるっていうね。なんか辛いわっていうふうに言っちゃダメっていう。そうなんですね、うん、特に女の子はとにかくやっぱりもうそれこそゾンビよりも理解できないものっていう感じで、はいはい、でうかつに僕がなんかその女の子のなんか丸々くん好きみたいな書いちゃったらもうそれこそ嘘になっちゃうんで、それはやっぱ書けないなと思う。言葉を使わず絵で心情を伝えるって大変な作業ですね。一コマ目が終了です。感情を抑え込んでいるようなヒロミの表情が描かれました。続いて2コマ目。1コマ目横顔で話し出し、3コマ目正面の顔で告白する、その間のコマです。あれ、ネームでは口元の絵になっていますが、手の絵に描いたみたいですね。一回とりあえず顔の表情から離れてこれなんだよね。ああ、うん、あ、自分で気づいてなかった。気づいてなかったんだよ。そこを流れで見せないで一回反らしてパンって正面から見るっていう手法でうまいなと思ったんですよ。そうだったのか。いや、本当漫画ってだから不思議でさ、はい、僕なんかもそういうのを意識しないでやって、はい、てるんですよ、はい、で後から見るとああそうなってんだっていうのを自然とやってるんですよね、はい、うん、一度顔から離れることで3コマ目の印象を強くするんですね。そしていよいよ3コマ目です。
自分が仲間を死に追いやったことについて決定的な告白をする瞬間、それを正面の顔で描きます。消してしまいました。目を伏せた表情に変えました。花澤さん、表情に悩みます。いい顔だけどな。消しちゃう？ああ、消しちゃった。答えがないんだよね、こういうのね。そうなんですよね。ちょっと笑わした。結局選んだのは少し笑顔の表情でした。悲しい顔の方に持ってった方がいいのかなと思ったんですけど、やっぱり自分としては理解できてないんだろうなと思って、泣いてるのか笑ってるのか分かんない顔っていうのを、はい、上手に描きたいなってずっといつも思ってる、はい、そこが感情の押し付けになっちゃうじゃないですか。いやそれは ね、もっとなんかこう幅広いんだよなみたいになるじゃないですか。そうなんですね、それこそ描き続けたキャラクターのその6、7年のあれもあるから万感があるわけじゃないですか、はいはい、それをやっぱり単純な感情で表現したくないんだよなっていうのやっぱりありますよね、やっぱり理解できてないのをなんか嘘つきたくないんですよね、理解しましたみたいな感じで書くのがどうもそこをちょっとねじ曲げるのはちょっとできないなと。でも感情は爆発してるよね。そうですね、何かの感情がバッて決壊したような顔だよね。最後まで表情を微調整します。ようやくこのシーンが完成です。これまで大切に書いてきたヒロインのヒロミ、その心の中と真摯に向き合い、あふれ出す複雑な感情をこの表情に託しました。締め切り日、深夜になりました。2時になっちゃったよ。まだちょっとかかりますね。7割8割ぐらい。やだな、2時で7、8割そうですね、ちょっとまだちょっとやばいですね。これやばいね。
でもこれぐらいからようやく筆が乗ってくんですよね、追い詰められて。ああそうなんだね、はい、こっからなんだ。こっから楽しくなってくんですよね、うん、頭がなんか開いたような状態になるというか、うん、ああこっからアイデアが出てきたりとかするんで。やっぱりその辺ちょっとどうかしてるね。あーやだやだやだ。あーやばいな。8時ぐらいか。何なんだこの、このグッドなタイミングの。やばいやばいやばいよ、やばい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 。こんなこと言ってたんだ。花澤さん、だんだん独り言が多くなってきましたね。朝の5時を過ぎました。追い込まれる時間帯です。読者に響くリアリティを追求し、最後まで手を抜かずこだわり続けます。漫画ならおとなしい自分でも人の心に届く自由な表現を生み出すことができる。子どもの頃に抱いたその夢が花澤さんを支えます。もう漫画ぐらいじゃないですかね。18ページとか個人に与えられて自由に表現していい空間なんて、この主人公が一巻目で愚痴ってた感じですけど、やっぱ100年残る作品ですかね。そういうのが万が一できれば本当に嬉しいですね。朝7時、ようやく全ての原稿が揃ったようです。でもせっかく書き終わったのにあまり笑顔じゃありませんね。うん、まあとにかくちょっと、うん、一番へこむ瞬間というか、あらが出てしまう、見えてしまうところなので結構落ち込んでしまいますね。何なんでしょうね、うん、でも多分一番本当に見えてる瞬間なんだと思うんですよね。あの書いているモードで見るのと、はい、そのいわゆる読者目線で見るのでは違うっていうのがあるかもしれない、ね、ああ、それは本当にありますね。書き上げたら今度は出来上がったものと向き合う、悩み続ける日々は終わらないんですね。でも原稿は無事に完成です。読者に届くリアリティを求めて妥協せずに重ねた書き込み、そして登場人物と真摯に向き合い描くことができた表情、花澤さんの思いが詰まった作品が完成しました。ふざけることに真面目なあの人は上手に切り抜けるのが
下手くそで。なんか疲れちゃいましたね明日から明後日ぐらいから仕事なんですけど、なんか1回分やっちゃった感じで、すごい疑似体験をね、体験しちゃいましたね一本仕上げたなと。あ、これは結局出来上がった漫画がどれだけ皆さんの心をワクワク面白くさせるかっていうことだから、あらゆる手法が自由だっていうのは非常に面白い、それこそ漫画の考え方だろうなって思いましたよね、うん、まあでもやっぱ本当にこの世界に入って本当にやっぱ技術的に桁違いの人が本当にいるんですよ。もうそれはもう浦沢先生もそうですし、そこの差をまあどうやって埋めていくか、まあそれのために使えるツールはもうとにかくどんどん使っていきたい、うん、まああんまね見たくないんですよね、すごい人はでもあのやばいよやばいよやばいよって瞬間が一番楽しいって言うんだから今後も相当書くと思いますよどうなんでしょうね笑いながら泣いている、あまり小綺麗にやっちゃうとそんなやっぱりエモーションが下がるね。こっちの感情をバッてちょっと出す感じでこうちょっと気持ちラフにやると直接出るみたいな。ここ一番の時にはあの丁寧になりすぎないのを心がけてますよね。雰囲気みたいな空気感みたいなのが出ればいいと思ってるので、きっちりちゃんと正確に書こうとは思ってない。そういうことにとらわれないでいろんな発想が出てこないかなっていうのは考えながらやっています。この空気感の中に何かここに込められたメッセージがあるのではないか。そういうことを書きたいがためにもとにかくずっとやっちゃってるから、うわーやられたーって思い出しましたね。それはすごい嬉しいワン・ツー・スリー・マンベのヒット作を生み出す漫画家浦沢直樹さん、今取り組むプロジェクトがこの漫勉です。漫画家は小さなペン先から壮大なドラマを生み出します。普段は立ち入ることができないその仕事場を密着撮影させてもらおうというのです。30年にわたり漫画を描き続けてきた浦沢さん、ヒットにつながる要素を盛り込みながらさらに高い芸術性も併せ持つ漫画、そのせめぎ合いを追求してきました。僕らの若い頃って書き手はみんなアート寄りなんですよ。だけどそんなアート書いてねえでもっと売れ線書けよって言われるんですよ。やっぱりそういうのとこう売れ線みたいなのがこうせめぎ合いながら、あとこう混合して混ぜながら行く方が面白い感じですよね。
今回はアートとエンターテインメントを両立させようとする漫画家が登場します。五十嵐大輔さん、美術の世界から漫画界へ飛び込み革命を起こしています。代表作は怪獣の子供、ジュゴーに育てられた謎の少年から物語が紡がれます。生命誕生の神秘を描きました。五十嵐漫画の最大の魅力は自然の風景や生き物の描写です。緻密に幻想的に描きます。美大を卒業後いきなり漫画界へ。文化庁メディア芸術祭の優秀賞を2度受賞するなど注目をさらってきました。今回はその執筆現場に2日間密着することができました。そこで発見したのは細かい線の積み重ねによる圧倒的な表現力。そして自分にしかできない独自の漫画世界を生み出そうとする挑戦でした。1ヶ月後、撮影された映像を見ながら2人が対談します。まあ個人的に今世界で一番絵がうまい漫画家さんの一人だと思ってますから、派手ではないけど絵を見る人が見たらその凄みがあるんじゃないかな。お邪魔します。どうも、はじめまして、よろしくお願いいたします。対談の前に五十嵐さんの自宅を訪ねました。うわ、なんか趣があるな。ありがとうございます。こちらになります。執筆部屋です。ここに閉じこもって書いてるんだ。そうですね、引きこもって書いてます。へえ、これがいっぱいあるよね。そうですね、僕もついつい買っちゃいますよ。ほぼアシスタント使ってらっしゃらないわけですよね。そうですね。ですよね。で、それはこの番組で初めてなんじゃないですか。ほぼ一人でクオリティの高い作品を描いている五十嵐大輔さん、その創作の秘密が明らかになります。この狭い方がいいですか、この空間。そうですね、まあ、なんか描きながらこう資料とか結構見ながら描いたりする時も多いので、手が届く範囲に、すぐ手に届くっていうのはすごい考えます、ね、座ってたら動かんぞと。そうですね。椅子が低いのも床とかに資料を置いて見れ開けるようにっていうのがあって低くしたんですよね。あ、そういうことか。定点カメラで執筆をなるべく妨げないよう作業を撮影します。まずは鉛筆で下書きです。やっぱりちょっと美術系の人の持ち方な感じがしますよね。あ、そうなんですね。漫画家の人、大体みんなもっとどうきっとね、漫画描いてる人はね、カンパケの描き方、持ち方してるんだと思うんですよ。これあのデッサン系の鉛筆の持ち方と違うじゃないですか。それはそうかもしれないですね、うん、はい、確かに比べると、確かに五十嵐さんは柔らかいペンの持ち方をしていますね。取り組んでいる作品はデザインズ。半分動物、半分人間の登場人物が戦いを繰り広げる SF 作品です。
今描いているのはこの回の見せ場、ヒョウ人間ベイブが襲いかかろうとしている緊迫したシーンを描きます。難しそうな絵ですね。そうですね、まあ、一応半獣半人な怖い感じ出したいなっていうのがあったので、ね、人間のようだけど獣っぽさっていう、うん、下書きが終了しました。続いてペン入れ作業です。丸ペンを手に取りました。さっきのデッサン系のペンの持ち方、やっぱりこの丸ペンもやっぱりちょっとそういう感じしますもんね。もっとここギュッて持ちますもんね、あのペンの先の方をギュッ。そうなんですね、うん、それを割と上の方でこう圧が加わらないように書いてるでしょ、はい、ここがすごい特徴ですよね。強弱をつけないっていう感じ。あ、はい、この段階でもかなり探りながら書いちゃってるので、うん、そういう持ち方になってるのかなって思うんですけど、ともすれば漫画って確定線がグイッて入っちゃうから、はい、その確定線によってああ違う線引いたっていう風になっちゃうんだけど、はいはい、割とこの模索してスススススっていくやり方でこう頭の中のイメージとずらさないっていう何かがあるような気もするんですよね。はい、そうですね、うん、画面の中で具体的な形を探りながらっていうことが多い気がしますね。形を最初に限定するのではなく、柔らかい線を積み重ねるのが五十嵐さんのやり方なんですね。この描き方で五十嵐さんは生き物の質感まで伝えたいと考えています。空気感みたいなものとかっていうのはちゃんと出したいとは本当に思っていて、生き物とか動物とか描くときに自分に見えるその形の美しさとか、まあ匂いみたいなものとか触り心地みたいなものが出せてないと嫌だなと。水中の魚たちの動きのバーっていうのはものすごい予算で CG でやるところを紙とペンだけでやってやったぐらいなあるでしょ。結構多分見た目よりは手間かけないで描いてるんですけど、そう見えてればいいなっていうことで、そういうふうに見えるでしょっていうのってすごい重要ですよね。そうなんですよね。途切れ途切れになっている線、はい、つなげちゃうと違うっていうのがあるじゃないですか。はい、それはすごくありますね、うん、今離れてるから成立してるのに、これもしかしてつなげちゃうと違うことになっちゃうかもしれないって結構あるんですよ。案の定つなげたらほら違うじゃんってなって、つぶぎたくさんとかのやつってこう、はい、もうほっぺたのラインとか全部光っぽく処理してるからなんですけど、つながってないっていうか書いてない時があって、あ、そういうのでもいいんだなって、うん、藤子 F 先生の横顔も必ず離れてるとか、あ、はいはい、あそこにつながってないことでふわって緩い柔らかな感じが出るんじゃないかなってね。鳥とかを描く時に羽をパッパッパッってこうやって、それこそほとんどつながってない絵描くじゃないですか。はいはい、あれだからこそ鳥のこういうバサッて感じが出るもんね。あ、そうですね、うん、はい、そうです、そうです、まあ、なんとなくだから空気を描いてるイメージなのかな。そうですよね。わー、怖い顔になっちゃったよ。怖いと嬉しいんですけど、
五十嵐さん、続いて手に取ったのはボールペンになりましたよ。そうですね、書き込みをボールペンでやることが多いです。どこにでもある普通のボールペンを漫画の作業に使うんですね。ヒョウの模様などを緻密に書き込んでいきます。体のね、側面の柄がね、変わる感じがね。こういう時にボールペンだとチャ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 ってできるから。クジラのあの表面が全部星みたいになってるやつって、はいはいはい、あれボールペン。そうですね、やっぱり広い面積でタッチ入れるときもボールペンだとすごい楽なんですよ。じゃあで行ったり来たりで線が引けるじゃないですか。ペンだと一方向じゃないと引けないみたいなとこ、なんかガーッてできちゃうからとか、そういう感じですね、きっと。あー、ボールペン使おうかな。柔らかなタッチで描いた細かな線が集まり、ヒョウの質感が生まれてきました。再び丸ペンを手に取り、最後の調整を加えます。わずかな線を加えるだけでぐっと印象が変わるんですね。ようやくこのページが完成です。形を決め込まず、ラフな線を積み重ねることで生き物の空気感を描きました。動物の毛並みや筋肉のつき方、肌の柔らかさ、牙の力強さ、迫力の伝わる一枚が誕生しました。続いて風景の見開きに取り掛かります。一つの画面を上下に二分割することで広大なパノラマを描きます。珍しい構図への挑戦です。五十嵐さん、ほとんど下書きのないところにボールペンで線を入れていきます。どんどん描いていきますね。僕が五十嵐さんの その好きなところは、基本こういう線で表現しようとしているところ、はい、やっぱり僕らはこの線が好きなんだろうなって思うの、ね、はいはいはい、線で構成された絵、はい、このボールペンの途切れんのいいね。そうですね、これはもうかすれるようにかすれて使えるのがいい。よく丸ペンでやるんですよ。あ、はいはい、丸ペンも本当に紙に乗っけるだけにして、はいはい、お尻のあたり持ってサッサッサッってやると、はいはいはい、テテテテってなるんだけど、こっちの確実に出る、ね、そうですね。結構簡単に出ます。
一見大雑把に描いているようですが、全体を見るときちんと風景が生まれていきますね。不思議。これでも絵を志してる人が見たら、あ、このぐらいのタッチでいいんだっていうんでチャレンジしていく人結構増えるかもしれないね。結構ある程度のなんかいい加減さがある方がやりやすいかもしれないです。自然物ってさ、うん、枝がどうなってるかなんて分かんないことだらけだし、はい、あそこになんかちょっと光ってるものがあるけど何あれっていうのがあるわけでしょ、はい、でそういうのをあの分かるものとして描いちゃダメなんですよ。分かんないものとして描くですね。そうすると自然物になるんですよね。はいはいはい、そうですそうです、そうですね。そこだからあんまり真面目すぎるとなかなか難しい気がします、うん、僕は実はこういう絵を描いてる時が一番僕実は楽しいんですよ。誰にも任せたくないんだけどね。やっぱりそうですよね。でもなんか暇そうにしてるアシスタントがいるからあいつに仕事を作んなきゃって僕はもうそれが描きたいがために漫画描いてるんで、そこを渡すんだったらキャラクターを描いてもらいますって感じですね。うん、分かるような気がするね、うん、五十嵐さんの出発点は風景を描くことにあります。埼玉県で生まれた五十嵐さんは幼い頃から絵が得意。高校時代は美術部で腕を磨きます。美大に進学し油絵を専攻します。主なモチーフは風や雨。自然の魅力に引きつけられたきっかけはふるさとの神社でした。浦和に住んでた時の近所の神社とかがすごく好きで、まあ、季節とか時間によってどんどん移ろっていく、光も近く変わっていくし季節も変わっていく中ですごくなんか綺麗だなっていうか美しさを感じたりしたことがあったので、そうですね、その感じっていうのは根底にあると思います。美大を卒業後旅に出て日本の美しい風景をスケッチしてきました。かっこいいな。これは描きたいっていうことだけでやってるんですよね。いや、これはね、でもむしろね、ちょっと何でしょう、挨拶なんですよね。挨拶、自分が気に入った場所に行った時に、うん、挨拶代わり、その場所に自分が馴染む儀式みたいなものですかね。絵を描く時間というかその集中とか、まあ、なんかそれを経た後の方が、うん、なんかいろんなものがに迫ってくるっていうか体験になっていく感じがするんですよね。その時の空気感っていうのがやっぱり蘇ってきやすいというか、自然と出会い得た感動を人に共感してもらいたい、その思いで漫画の道へ飛び込みます。一枚の絵よりコマを連ねる漫画の方がより感動を伝えられるのではないかと考えたのです。初めて描いた漫画の舞台は大好きだった神社。高い評価を受けいきなりデビューを果たしました。例えばある季節のある時間帯を体感した自分のこのその感動というか体感したその感覚をどう人に伝えられるかなっていう時に、だから一枚の絵で描くっていうよりも、うん、それをなんかだからいろんなシーンとかセリフとかを連ねていって自分がした体験をその人が漫画を読んだ時に体験できるようにならないかなみたいなことで書いている部分があるので、そこなんかやっぱりすごく大切かなと思います。僕はあれの怪獣の子供のあそこの、あの女の子が海岸線海沿いを自転車で走ってるとパツ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 ザーってなって、で雨の線はほぼ描かないで
風景が縦線でこう全て構成されていて、それで一瞬にしてスコールが降り出してる感じがするっていうね、あれはね、わあやられたって思いながら見ましたね。それはすごい嬉しいです。うん、空気感がね、夏の暑い空気が一瞬にバーッと湿って、それで雨の匂いがバーッとしてくるっていうような、あの感覚がね、そうなんだよね。筆ペンを使って文字を塗ります。ペン入れが終了です。スクリーントーンの作業も自分でやるんですね。原稿全体にトーンを丸々1枚貼ります。そしてカッターで削り、空や海の光と影を表現していきます。これ51番とか61番とか41番か。41番ってことは点が少し粗い。そうですね、ちょっと粗めにしてます、はい、その方がなんか光の感じとか、うん、さっさと削った時に出やすいかなっていう感じがするんですよね。はい、フルートゥで空でこうなんかピアニストの会の時に、はいはいはい、空中で爆発するシーンがすごい、あれはトーンで処理しててすごい綺麗なシーンだなと思って、うんうん、スクリーントーンはね、僕はよくアシスタントに言うんですけど、色目に使わないでくれっつって、うん、はい、影に使ってくれ、その方がかっこいいから使い方として。でも分かる、うん、画面のメリハリをつけるというか、だからちゃんと視線がそこに行ってほしいところを際立たせるために使うとかっていうふうに、そうですね、使うことが多い。ああ、いい絵になったね。日本の漫画の場合、こっちから見るじゃない。あ、でも確かにそうですよね。ね、はいはい、でもこれはこっちからこう見せさせてるよね。はい、そうですね。まず字が横書きでこうなってからこう見させるっていう何か導きになってるんだね。はい、でここに犬がいるっていうオチがあるじゃない、うん、そうですね、はい、これはさりげないけどちょっと高度な感じしますわね。発明だわ。立ち上がって最終確認です。4時間かけて壮大な風景の見開きが完成です。膨大な線をたった一人で描き込みました。上下2つのコマが連なることで1枚の絵では表現しきれない風景の広がりを描きました。じっくり見渡すように視線を導くことで、その土地を訪れたような感動が読む人に伝わります。五十嵐さんは一日およそ12時間を執筆に当てています。初めて普通の人間の女の子が登場です。かわいいですね。自分で風景も描いているような漫画家さんって、そっち系の人って下手すると可愛い女の子描かないもんね。うん、
最初の頃から女の自分の漫画みたいな漫画だともう女の子可愛くなきゃ誰も読んでもらえないだろうっていう危機感からもう一生懸命書いてますから。五十嵐さん、あの自然やらこうのんびりした風景ばかりでなく、はい、案外ああいう兵器とか飛行機とか、はい、ああいうのも割と楽しそうに描いてるじゃないですか。五十嵐さんのその絵はどっから来てんの？安井小泉和さんの絵とか結構真似して描いたりもしてたし、まあ、結構いろいろ影響を受けてはきてると思うんです、うん、高校ぐらいの時とかは少女漫画ばっかり読んでたので、紬拓さんとか若月めぐみさんとか、はいはい、あとは成田美奈子さんとか川原泉さんとか、うん、そういう感じの人のをよく読んでたかなっていうのはありますね、はいはいはい、多分そういう意味で言うと影響を受けてたのは少女漫画の方かもしれないですよね。あ、そっか、はい、それでそこにメカが出てくるから新鮮なんだ。そういうのが両立してるっていうのは案外珍しい稀有な感じなのかもしれないですよね。24歳で美術の世界から漫画界に飛び込んだ五十嵐さん、好きだった漫画の影響を受けながら自分のエンターテインメントを一から作り上げます。代表作怪獣の子供、鍵を握るのはジュゴーに育てられた謎の兄弟。読者は彼らの秘密を追ううちに生命の神秘に迫る物語に引き込まれていきます。五十嵐さんの作品って全体を覆っているある何かミステリー感があるんですよ。でそのミステリー感がこの空気感の中に何かここに込められたメッセージがあるのではないかとかいうイメージがあるので、この手の絵柄でやろうとしている人たちっていうのはどうしても地味になってくる、うん、でもちゃんとそこで客寄せ感がちゃんとあるもんね、うん、描きたいアイデアみたいなのはいろいろあるんですけど、それをだから自分だけが分かる感じじゃなくって、自分が本当に面白いと思っていることを他の人もちゃんと面白いちゃんと伝えられるように描けるかどうかなのかなっていうところですかね、うんうん。魅力的な少女が生まれていきます。ただ描きたいものを描くだけでなく、もっと多くの人に共感してもらいたい。たどり着いたのがこの新作デザインズです。主人公はなんとカエルと人間の半獣半人、美少女であり驚異的な強さを発揮します。その背後には遺伝子操作をめぐる巨大な陰謀が潜みます。主人公の魅力を最大限伝えたい。主人公と表人間の少女が格闘するシーンを描きます。半獣半人ならではの躍動感ある戦いで読者を物語に引き込もうというのです。まずは下書きです。これもネームで構図は大体出来上がってるんですよね。そうね、このそうね、格闘とかのシーンは最初に考えておきます、うんうん、けどまあ大体で決めちゃうので、実際書くときにまた迷っちゃうっていうところはありますね。
迫力ある戦いのシーンが生まれてきました。あれ消し始めましたよ。全部消しちゃった。消しちゃいましたね。結構こういう格闘シーンはでもまだ全然慣れないんで相当悩みながらやってますけど、基本なんか人間の格闘技みたいなやっぱり対人間の動きなので、うん、そうじゃない全然骨格とかもだいぶ違う動きをするもの、うん、どういう風に絡めたらそれっぽく見えるのかなとか。難しい試みだよね。動物のノリでグッと作っといて、ああここ人間かっていうスピードが変わる感じがあるね。格闘シーンの難しさが五十嵐さんを悩ませます。人間らしさと動物らしさが共存する動きを目指します。ヒョウの骨格に合うように人間の顔の角度を探ります。納得いくまで何度も修正します。5回目の描き直しで顔が完成。構図に悩むこと1時間ようやく下描きができました。全身のアクションを3コマにわたって見せます。背景を入れない大胆な構図になりました。いよいよペン入れです。動物、美少女、格闘、すべての要素の魅力を掛け合わせる挑戦のシーンです。五十嵐さんには自由な表現こそ新しい漫画を生み出すという思いがあります。何を描いても変に見えないという良さもあるかなっていうかな。漫画っていうのは相当思い切らないと変に見えないというか、そうですよね、そう。だからひょうたん継ぎとかって、はい、僕の漫画に出すと明らかに絶対おかしいんですけど、でも、うん、ブラックジャックとかに出てくるとちゃんと成立してるので、うん、そういうのってやってみたいなと思ってるっていうのかな。手塚への自由度っていうのはもう一回復権したい感じしますよね、はい。まあ、僕のビリーバットとかはちょっとその辺は意識はしてた部分はあるんですけどね、あのリアルな絵の中にあの漫画絵が出てくるみたいな、はい、なんかそういう自由さってなんかうまくできないかなっては思ってるんですけど、動物ならではの質感と美少女の魅力を一つの顔に描き込む難しい作画が続きます。このシーンに取り掛かって
3時間が経過しました。デビューから20年余り、ひたすら書き続けてきました。読者が楽しめるエンターテインメントと深みのある芸術性の両立を追求してきた五十嵐さん。自然がくれる感動を人と分かち合いたい。そのために未体験の漫画の世界に飛び込み、一人手探りで描き続けてきました。門外観から出発した自分だからこそできる新しい漫画の形がある。その思いが五十嵐さんを突き動かします。大学生とかその前ぐらいとかの時にやっぱり漫画って表現のすごいトップランナー感がすごく出てた頃っていうか、その感じをどんどん本当にそれこそ更新していかないとそうじゃなくなっていっちゃうっていう怖さがあると思うので、可能性をもっと掘り下げてね、何ができる何ができるっていうね、昔ながらのメジャー漫画はこうあるべきなんだっていうところが、それをどんどん刷新していかないと停滞にもなっちゃうし、五十嵐さんのような作風がちゃんとメジャーのところでこう通用するんだっていうのはすごく重要なことだと思うんですよね。自分はもう本当に自分にできることしかできないんですけど、でもそれがなんか漫画の幅の一つになってくれてれば、まあ少しは貢献できるのかなみたいなのがあるんですけどね。ようやく満足のいく形が出来上がったようです。4時間かけて半獣半人の戦いが描かれました。美しくも獰猛な少女の表情、格闘する姿の美しさと躍動感、五十嵐さんだから生み出せる動物の空気感、挑戦を続ける五十嵐さんの思いがこもった一枚が生まれました。ふざけることに真面目なあの人は、上手に切り抜けるのが実はね、僕もそのプロデビューする前に、こんなことを漫画でこんなことをしようとしてたじゃないかっていうのが まずあるわけですよ。で、あのメジャーのいろんな流儀なんかの中でやっぱりそういう表現をちょっと置き去りにしちゃったかもしれないなみたいなところもあって、ちょっと呼び覚まされますよね。やっぱり感想とか送ってくださる方とかいて、自分が書きたかったこととかがちゃんと伝わってるとやっぱりすごく嬉しい。なんか自分だけじゃないんだっていう感じがするっていうのかな。多分なんかどっかで共感したいとか分かち合いたいみたいなことはずっと思ってるんでしょうけど、それは何でしょう、寂しいからですか、ね、
実際漫画じゃないとなかなか伝えられない部分もやっぱりあるのかな。フェチシズムの表明じゃないかと思うんですよ。自分はここにグッと来てんだっていうことをバーンってとっても恥ずかしい作業でもそれが強烈に表現されているものはやっぱり人の心を打つんですよね。膨らみにこうかかっているストラップであるとかそういうところを描くのは好きですね。鎖骨のなんかこう凹凸であるとか。でもまあ男にも同じものは感じますからね。男の鎖骨を描くのも好きだし男も女も同じくフェティッシュの部分はあるというか、女性のバストのあたりのこの辺のシワっていうのはもうなんか裸描いてる以上になんかエロい気持ちになりません、ね、それをなんか必要最低限の線でスッスッってやれたらよしってなるんだよね。なんだろうねこのこんなそんなことを喜びに生きてる我らは我らはね。ワン・ツー・スリー・マンベのヒット作を生み出す漫画家浦沢直樹さん、今取り組むプロジェクトがこの漫勉です。漫画家は小さなペン先から壮大なドラマを生み出します。普段は立ち入ることができないその仕事場を密着撮影させてもらいます。浦沢さん資料も見ず細かい部分までどんどん書いていきます。その技術はどうやって身につけたのでしょうか。日々だよね。日々の暮らしの中にその答えがあるんですよね。人のシワとか本当見てるもんずっと。ああ二重顎のシワはそう入んのかとかいうのは本当見てるんだよね。今回登場するのは卓越した表現力を持つ漫画家。古谷宇佐丸さん、カリスマ的人気を誇る漫画界の奇才です。描く作品は多彩です。耽美的で時にグロテスクな作品から幻想的でファンタジックな作品、あえてバカバカしく振り切ったコメディーまで、サブカル、アングラと呼ばれるジャンルに踏み込み人間の暗部を鋭く切り取ってきました。緻密で芸術性の高い描写も人気の理由です。美男子の色気、少女の魅力、
美しくエロティックに描きます。今回は執筆の現場に4日間密着することができました。カメラが捉えたのは発見の積み重ねで身につけてきた描写力。そして自由な手法を用いて読者の心を動かそうとする挑戦でした。2週間後、かなりねショッキングな映像を描かれたりする方ですけども、会うと全然違うんですよね。であとでもなんかね読後感がね妙に爽やかですよね。人柄かな。来た来た。実はバイクが大好きな古谷さん、ヴィンテージの愛車で登場です。いいですね。よし、よろしくお願いします。かっこいい。ありがとうございます。こういうのいいね。古谷さん行きつけのバイク好きが集まるカフェで映像を見ながら二人が対談します。いわゆるアングラなのかメジャーなのかどっちなんだろうっていうのがいつもあったんですよ。それがまるでなんか二重人格みたいに見えるね、うん、自分の立ち位置がこう探しても見つかんないんですよ。だからもう放棄してるというか。一筋縄ではいかない謎の漫画家古谷宇佐丸さん、その創作の秘密が明らかになります。これですよこれ。いつから経ってやってるんですか。これはもう2年ぐらいかな。2年ぐらい経ってやってます。2年前から経って書いてるんですか、はい、あ、こうですね。おお、サンダーバード。かっこいい。お尻を乗っける椅子をね、あのロックンローラーのマイクスタンドみたいな、そんな感じです。定点カメラで執筆をなるべく妨げないよう撮影します。作品は女子高生に殺されたい、殺されることに性的な欲望を持つ東山、多重人格の女子高生真帆、二人を軸に人間の心の闇を描くサスペンス作品です。人物のペン入れを始めます。多重人格のヒロイン真帆が自分の中にいる人格香織と心の会話をするシーン、表情で人格の入れ替わりを表現していきます。ほぼ丸ペンですか。そうですね、なんか細いので絵を隠さないじゃないですか、画面を、はい、それがこう気に入ってるっていう一番の理由ですね、うんうん、あの刺し方もあっさりじゃない、そうですね、ググって奥まで入れてないじゃないですか、うん、そうですね。あ、それは画面が見えるためね。そうですね。細いペン先を長く突き出して使うことで絵をなるべく隠さずに描くんですね。これはだけどずっと表情描き分けが大変だね。こういうところはそのやっぱなんか 絵描きとしてのなんか、うん、はい、あの腕が問われているというか、うんうんうん、一コマ単位で表情変わるっていう。表情はだけどミリ単位で変わっちゃうじゃない。そうなんですよね。あって本当ペン先 ミリちょっとなるとき、あ、違うってなる。顔がちっちゃくなればなるほど 0.1 ミリ単位の作業ですからね。そうだよね。うん、だから丸ペン使うんでしょうね。
なんか 0.1 ミリ単位の作業には適してるというか。ああそっか、うん、そうかもね、うん、モンスターって最後の方ほぼ丸ペン一本。あそうですか、うん、やっぱあれもその心理描写がかなり細かかったからそれかもしれないね、ですかね、うん、でもこれだけの表情を描く場合は相当瞬瞬があるはずだけど割と一発で決めている感じするけどね。要所要所決めていくんですね、うん、目尻の位置、はい、目頭の位置、うん、口の口角の位置とかそういうのをこうなんか簡単に言うと点で打ってそこを結んでるっていうような、はい、そんな感じかもしれないですね、うん、表情を描くってどういうことなんだろうって今でもに悩んでますからね。うん、口角が上がる下がる、これなんかもう口はだからちょっと口角が上がってすらいるね。そうですね、うん、でそうすると少しこう魂の叫びみたいに見えてきたりとか、うん、そういうのはこう説明できない、うまく言えないんですよね。ヒロイン真帆の感情が溢れる瞬間を描きます。ほぼ同じ構図の2コマ、交互に描き込み、微妙な変化を表現します。古谷さんは細部を質感たっぷりに描くことで人物の魅力を伝えようとします。風のそよぎであるとかシワの変化であるとか微妙な動きを出したい、読んでる人は気づいてくれてなんかその余韻を深めてくれたらいいなとか、さわってこう、うん、さわって感じが出したいんですよね。宇佐丸さんは1968年東京都八王子市生まれ。少年誌をほぼ全部読んでいたほどの漫画少年。さまざまな作品に影響を受け漫画を描くようになります。うまい。うまくないぞ。この西部劇のあれは手塚さんですよね。そうです。ああ、東さんだ。あ、ドラえもんさんもいます。います。アトムもいます。高校生の時の文化祭のパンフレットみんなに気持ち悪いって言われた。あ、もうでも今のはい、もう丸尾先生の影響を受けた頃、うん、その後美大に進学。しかし一度絵から離れ身体表現の世界へ。演劇部に入り役者を経験します。さらに前衛的な暗黒舞踏の世界にのめり込みました。卒業後は高校の美術教師に。その傍ら立体作品などで表現を続けます。しかし迷いを抱えていました。まあ、自分はこのままこのアート活動を続けてて一生涯に一冊でも本出せるんだろうか、なんか先が見えない、自分何がしたいんだっけって、でも何か作りたいという欲求は常にあって、もう漫画を描いていたっていうのはまあちっちゃい頃の思い出でしかなかったんですよね。でもその僕はずっとそれを忘れていて、で24、25になって漫画だって思い出したんですよ、はあ、あ、僕漫画だったのって。そういえばと。で描き始めてからはもう楽しくてしょうがなくて、あ、落ち着くと思って、
あ、もともとそうだ、本当絵描くの好きだったんじゃん俺、うん、って思い出したんですよね。26歳の時に月刊漫画ガロでデビュー。当時は原稿料なしの掲載でした。その後演劇や舞踏の影響も感じさせるオリジナリティ豊かな作品で話題を呼んできました。絵柄も読む人を魅了しました。目、そして唇、きめ細やかな描写で読者にエロスやフェティシズムを感じさせます。人物の細部を魅力的に描く、そこにこだわり技術を磨いてきました。ヒロインの全身を描くコマです。女性のこのバストの膨らみなんかがシワのくっていうだけで、そうですね、2,3 本ツーツーでおーっていう時にね、うん、いいシワだねっていう。そこって特に力入れて描きますよね。 T シャツを着ている女性のバストのあたりのこの辺のシワっていうのは、もうなんか裸描いてる以上になんかエロい気持ちになりません？ね、ありますね。そう、それをなんか必要最低限の線でスッスッてやれたらよしってなるんだよね。なんだろうね、このこんなそんなことを喜びに生きてる我らは。我はね。シワ僕大好きなんですね。なんかやっぱりシワ描いてる時が一番楽しいんじゃないかなって思うぐらいシワが好きなんですよね。わかる。人のズボンを見ててひし形のシワが重なったようになってるっていうのを発見した時に、はい、そのひし形のシワ、あれはすっごいある。あのワイシャツのこことかに、そうできますよね。ひし形のシワがある、はい、なんだろうね、あのシワに対する関心は。うん、シワと手なんですよ僕。ああでも浦沢先生の手、なんか物を持つときにこう持つんじゃなくてこう持たせるじゃないですか、はいはい、あります斜めに、はいはいはい、あれはなんか見たときに、うん、はぁって目から鱗、はぁ斜めだわそういえばって。気づいた時の、まあ、僕ら絵描きのその気づきの喜びみたいなね。うん、そうですね、うん、涙もね、涙もどういうふうに描けばいいのかって、もう何度も何度もいろんなこと考えるよね。僕もこうやって話してるうちでも浦沢さんの後頭部の形とか気になってしょうがない。後頭部がすごく綺麗な形してるなってさっきからずっと思いながら話してるんですけど。そう、あの絵描きはそんなんですよね。絵描きはずっとそんなこと考えてますよね、うん、なんかやっぱりその発見の集積なので、僕がその漫画を描くのを休めないのは、うん、そこが一番大きくて、はいはい、休むと多分半年休んだらその集積のうちの何割か忘れちゃうだろうなと思うんですよ、はいはいはい、だから休めないっていうのがあるんですね。なるほど、それは本当にそうですね、うん、2日間にわたって細かな描写を積み重ねました。一連のシーンがようやく完成です。0.1 ミリ単位でペン先をコントロールし描いた表情、発見を積み重ねることで身につけたこだわりの細部、
古谷さんの表現力が存分に生かされたシーンが生まれました。古谷さんは今もう一つ作品を連載しています。高校の生徒会長選挙を舞台にした定一の国です。これから書くのは主人公定一が理想の国を思い浮かべるシーン。たくさんの動物が取り囲む幻想的な見開きです。古谷さん、この絵をつけペンではなく鉛筆で描こうと考えていました。まずパソコンでペンタブレットを使って当たりを描きます。描いた絵の大きさや位置はパソコンで調整できます。あ、で角度変えんだ。そう、猿の角度変えて大きさ変えたりとか、まあこれが一番コンピューターの一番いいところは僕はこの当たりにあるんじゃないかとすら思っていて、ね、うん、その動かせるという、うん、見開きのデザインはこのコンピューター上でやるのは本当にいいね。実物大の白い紙をのこうでっかいのを目の前にすると途方に暮れるもん。そうですね、あ、どうしようって思うよね、うん、試行錯誤できますからね、うん、あの動かしたり、うん、いや、こうやろう、勉強になるな。印刷したあたりを下に置き執筆開始です。これ画用紙ですね。画用紙です。普通の漫画の原稿用紙ではなく画用紙、画用紙です。紙の質感が鉛筆線に出るのでザラッとした感じが、ザラッとした感じがね、はい、古谷さん見せ場結構鉛筆で仕上げますよね。はい、鉛筆が好きなんで、すごく自分の感情がそのまま乗ってくる感じがして、シャーペンの芯って何使ってるんですか？大体 2B か 3B ですね。最近 4B かな。 4B までいっちゃう、はい、筆圧が弱いので、はあ、以前筆圧が強くて腱鞘炎になっちゃったんで、そこから筆圧コントロールを練習して、はい、軽く書く癖をつけたので今 4B で。僕も最初の頃ね、デビュー当時こんなに長い時間ずっとペン握ってたことないぞって状態になるじゃないですか、はい、食事の時間になるとさ、また右手でお箸持ってるじゃん。あんなにペン使ったのにまたお前はあの右手お前使う、左手何やってんだってなるじゃん。同じこと僕は思ってますね、うん、この後出てきますよ僕、うん、左手書くのが、え、左手で書く？出た、こういうとこですね。出ました、左手で描く練習をじゃあしたの。草とか、うん、自然物は、はいはいはい、両手で描くと早いってことをアシスタントがいない時に発見したので昔。逆にあの自然物って、作為が入らない線の方がいいじゃない、はい、ね、はい、だから右手だけの方が結構綺麗な線になっちゃうので、うん、左手が入ると思っても見ない線が入るといいんだよね。両手で描くってすごい技術ですね。
さらに新たな道具が出てきました。鉛筆の芯がむき出しになった筆記具、芯ホルダー。これを使って太めのタッチを入れます。続いてその芯を削り出しました。これは鉛筆の芯を削って粉にして、これを水に溶いて薄墨にしてるんですね。はあ。でこれは乾くと練り消しで消えるんです、うん、あそうか、うん、鉛筆の芯ですから。だから あと乾いた上からティッシュでこすればぼやける、はい、ムラがなくなるんです。パステル的な。そうですね。あこれやります。はい、これ流行るよ。流行りますかね、うん、これは後で消せるし、ね、はいうん、濃さを調整できるので。これ家帰ったら早速やるね今日僕。やってみてください。楽しいですから、うん、鉛筆だけでも様々なやり方を駆使するんですね。この作品定一の国は間もなく連載終了を迎えます。陰謀と裏切りが連続するドラマ。高校生たちの争いを描いてきました。物語の山場、定一は原点に立ち返り理想の国の姿を思い浮かべます。その純粋な感情をこの見開きに描こうとします。古谷さんの作品は相当エキセントリックにな表現とか、はい、そこまでいくかそこまで描くかっていうことを描く時もあるじゃない、はい、ライチなんかそうですよね、はい、そうです、うん、はい、でもなんか読語感が爽やかというか、はい、どっす暗いところに着地していくっていう感じがあってもおかしくないような作品がなんとなく爽やか、うん、僕ねそのあんまりそのなんかアングラなものを描こうとか、うん、そういう意識がそんなにはない、うん、ないですよ、うん、僕そのあんまり血の出る映画とか見ない。あそうなんですよ。そうなんだ、はい、でもそこまで書かないと伝わらないものもあるなとは思うんですよ、はいはいはい、この作品の表現にとって何が一番いいのかっていうふうに考えるのが一番なので、うん、書きたい作品をどういう表現で描くべきか。古谷さんは毎回一から向き合い書き方や道具を考えます。そして漫画の常識を覆すような手法に数多く挑んできました。漫画家さんってプロデューサーがいて監督いて脚本いてっていうところのその先に絵描きがいる、ね、そうですね、うん、本当なんか一番下っ端というか、ね、下っ端だよね絵描きね。これこの絵だってだでしょ最初の段階で絵これ描くんすかって絵描きは、うん、思いましたね。もうなんか何思いついてんだっていうため息が出ましたねこれ。一番なんか無垢なさ純朴な子が絵描きでね。そうなんです、うん、何も知らないねなんか騙されやすいんですよ絵描きは。でプロデューサーなんて山氏みたいなのがちょっといて、そうそうそう、本当、うん、そういうとこありますよね。そうフルちゃん大丈夫大丈夫描けるってみたいなそういう感じなんですよね。いるシャンシャンとね見渡す限りのデモ隊がですねとか言って言ってるんですよ。さ全くその時に絵描きのこと考えてないんですよ。考えてないですよね、うん、本当に憎みますよね過去の自分を、はい。でもそうなったらどうやったら自分が楽しく描けるかっていうのか、うん、逆にねそうもう頭を切り替えるしかないっていうか、そうそうそう人をびっくりさせてやるぞとね。そうそうそう漫画家の中にある
絵描きとしての純粋な部分、それが大変な執筆を支えるんですね。仕上げにはなんと 7H の鉛筆を使います。とても薄い鉛筆です。さらにパソコンでの焼き込み作業、描かれた線や影の濃さを調整します。執筆開始から8時間。鉛筆のさまざまな手法を用いて、ついにこのページが完成です。どんな手法で書けば伝えたいことを表現できるのか、徹底的に向き合うことで身につけた技がこの一枚に詰まっています。続いてのページ、古谷さん執筆前から気合が入っていました。これは定一の国最終回最終ページですね、はい、最後なんで一応気合い入れてなんと6年間の連載を終える最終回の最後のコマを撮影することができました。見開きで書かれた定位置に富士山、雲、太陽を重ねます。しかもそれぞれをすべて別々の手法で描こうというのです。まずは富士山。取り出したのは半紙？習字に使う紙ですよね。筆ペンを使ってかすれを表現します。先に最終ページ書いてるの。そうです。あ、そうなんだ、はい、へー、あ、それは面白い書き方だね。でもこれ最後に取っといたら不安だよね。不安だし、疲れ切ってる時に書きたくないんですよ、こういうの。もういいや全部ペンでってなっちゃいそうなんで、はいはい、できたら最終ページだし、うん、ちょっと、うん、なんだこれはというのをね、自分でも上がるような画面にしたいなっていう、うん。続いて黒のカラーインクを使います。にじみをコントロールしながら山肌を描きます。水墨画のような富士山ができました。次は太陽。何を使って描くんでしょうか。選んだのは丸を描く定規と鉛筆です。
鉛筆で太陽は鉛筆にしようと。あ、そうか、レイヤーを使うといろんな手法を重ねられるんだね。そうですね、なんかレイヤーで重ねようと思ったけど、どういう表現でどう描けばいいのかなっていうのをずっと保留にしたまんまだったので、うん、ずっと悩んでましたね、うん、手法的に、ね、そう、手法的に、うん、富士山は何で描いて太陽は何で描いてとか、うん、ただ普通にペンで描くのじゃ面白くないっていうのだけは決まっていて、定着液をスプレーし鉛筆が消えないようにします。その上から鉛筆の芯を水で溶かしたもので塗ります。ちょっとこういうマチエールをつけたかったんですね、うん、こういう、うん、何でもありだね、なんかね、うん、そう、続いて画面を横切る雲、結構厚手の、うん、すごいなんか繊維が入ってるようなこう、そうですね、和紙ですね、うん、これをどうするの、どうしようと思ってるんですね。今これちぎったらどうなるかなっていうのを実験してみて、うん、あ、これは無理だ、コントロールできないと思ったところですね、これは。頭の中のイメージを形にするため試行錯誤が続きます。マーカーで雲を描きます。その部分をパソコンで貼り付け和紙の質感を生かすことにしました。やるにしても確信を持ってやってないんですよね。やりながら、うん、いいのかなこれでっていうのを常に持ってますね、うん、でも前やった手法で片付けようみたいな、あんまりそういうあの安易な方向に行くと自分がつまんなくなっちゃう。そうですね、なんか自分のそのうまさに自信がないというか、自分の絵に自信がないからいろんなことをやってみることによってなんかいい絵ができるんじゃないかという、なんかこう、まあ、もがき苦しんでるといった方がまあいいのかもしれないですね。最終的にはやっぱり絵を見てもらっておおっていう声が上がるっていうのを自分ではその期待して描いてるからね。そうですね、うん、最後はガッツポーズをする定一。細部にこだわって線を入れていきます。古谷さんはかつて一旦絵の世界から離れ26歳で漫画に戻ってきました。原稿料なしからの再スタート。これまで独自の漫画を生み出す挑戦を続けてきました。よくまあそういう漫画家になりたいっていう人がアドバイスを求めるってくるんですけども、まあそのまあ描ければいいじゃないかっていう、うん、漫画の成功例なんて雑誌に載ったことなんですよ。で 何かの人に見てもらったっていう、ね、まずそこに立ち返らないとね、うん、本当に
なんかギャラが出る出ないとか全然関係なく、うん、もう乗ってるだけで嬉しくて、ね、うん、それより以前はあの自分でお金を出して展覧会場を借りて、うん、それで自分でダイレクトメールを吸って、うんうん、まあ、それに比べたらタダで発表できてるっていうことのありがたさ、タダ、はい、うん、な上に何千人何万人って人が読んでくれてるという、うん、その感動っていうのはすごいありましたね。悩みながら表現活動を続けたあの頃、今古谷さんには個展を開けば集まってくれる読者がいます。仕事場の壁にびっしりと貼られた読者からの手紙。挑み続ける古谷さんを支えます。大体苦しいんですよ。大体めんどくさいし、これやりたくないなっていうページばっかりなんですよ。でもやっぱり読んでくれてる人がいるから頑張ろうって思いますよね。ようやく絵が揃いました。パソコンで一枚の絵に重ね合わせます。デジタルを使ってとってもデジタルっぽくない画面を作るっていう、うん、いいね。どうやって描いたんだろうって思うよね、これ見たらね、うん、うん、このページの執筆開始から5時間。できた。ついに6年間の連載を締めくくる見開きが完成です。自分を支えてくれる読者に驚きと感動を届けたい。古谷さんの挑戦、そして願いがこの一枚に込められました。ふざけることに真面目なあの人は、上手に切り抜けるのが下手くそで、道を覚えるのが苦手。物に取り組む姿勢がね、やっぱりいいですね、うん、なんか柔軟な感じがして、うん、いやなんか欠けてないなって、もっともっと上手くなりたいなって思いましたね見てて自分にないものっていうものに対するコンプレックスみたいなものは常にあるしね、うん、上手くなりたいなと思いますね。うん、まあ絵描いてる人はずっと絵が上手くなりたいって一生そう言って終わるんだよね、きっとね。うん、笑いながら泣いている。